お疲れ様です。今日のウイスキーニュースはですね、ジェムソンがディッキーズとコラボということで、アメリカのワークウェアブランドですね、実用性を追求し本当に必要なものだけを削ぎ落とした引き算の美学があるディッキーズが、ピートを使わず3回蒸留ですっきりとした味わいでウイスキーの味をシンプルに引き立てる飾らない武骨な魅力とも共鳴するということで、まあ何でもコラボできちゃうなっていうねことですが、限定ラベルということでね、中身はね変わんないみたいです。はい、最近だったらセントパトリックデーリミテッドとかね、あとはジャパンリミテッド2021とか、結構こうラベルだけ変わるっていうのがあるんですけど、こういうのいいなと思うんですよね。なんか中身まで変わるってなると結構好みが分かれますし、まあその分値段も上がっちゃうってことなんですけど、ラベルだけ変わるっていうんだったら気軽に買えるというかね、普段飲んでる方も気軽に買えて、ボトルもねこう飾っておく楽しみがあるっていうのはいいなと個人的には思います。出荷開始はですね、9月6日予定しています。希望小売価格は2506円税込みということで、まあこれ実売価格はもうちょっと安いんじゃないかなと、普通のジェムソンと同じぐらいかなとは思うんですけどね。ジェムソンはその他にもですね、結構いろいろキャンペーンやったり、まあこのチャンネルでねそんなに毎回はやってないんですけど、イベントだったりキャンペーンがありますので、好きな方はねそういうのをチェックしてみるといいかもしれません。リアルイベントもだんだんねできるようになってきて、ちょっと前だったらねジェムソンと、こだわりの料理が楽しめるイベントが下北沢で、これ野外ですね、キッチンカーとかがたくさん来るみたいなイベントだったみたいなので、こういうのがねあったりしますので、ジェムソン好きはぜひね、チェックしてみてください。はい、続いてはね、コンパスボックスオーチャードハウスブレンドを変えて新発売ということで、いやオーチャードハウスね、去年かな、まあ発売してからね全然変えてないんですよね、僕もね。結構こう案内的なものというか、入荷しましたみたいなメールはちょこちょこいろんな酒屋さんのメルマガとかで来るんですけど、開いたらもう大体売り切れみたいなね。いやなかなかタイミングが合わない、まあ縁がないんですねこれね。それがね、飲む間もなく、ブレンドを変えて発売ということで、まあコンパスボックスって言ったら基本的にはブレンデッドモルトをラインナップしてるんですね。いろんな原酒を、購入してブレンドしてちゃんとオリジナルの商品として発売するみたいな、そういうボトラーさんで、ちゃんとねコンパスボックスの熟成庫があって、そこで熟成もしてるみたいです。で最初の発売は2021年ってなってますね。2021年7月20日に、最初のオーチャードハウスがリリースされてると。それはねリンクッド、クライヌリッシュ、ベンディネス、アベラワ、カリラ、まあ、アベラワ村の近くの蒸留所って書いてあるので、確実にアベラワとは言えないんですが、それでハイランドブレンドモルト、まあコンパスボックスによく入ってるカスタムモルトってやつが入ってますね。それの構成なんですけど、今回はさらにね細かくなってます。実はねもう去年からリリースしてたらしいんですけど、日本に入ってきたのは最近なのかな。クライヌリッシュのバーボンダル、リンクウッドのバーボンダル、そしてベンディネスのバーボンダル、アベラワーのリフィル、オロロソ、シェリーバットとかね、カリラ入ってて、まあちょっとこうブレンドが変わってると思います。でどうしてこんなに人気かというとね、やっぱり万人受けするブレンドなのかなとは思いますね。テイスティングノートとか見てても、あとは値段が結構安いんですよ。コンパスボックスの限定ったらもう結構高いのがあるんですね。1万2万3万当たり前みたいなものも結構あるんですけど、最初は 4,5 千円で発売したような気もしますし、まあ買いやすかったっていうのもありますね。こちらはねタイミング良かったら動画にしようと思ったんですけど、タイミングを完全に逃してしまいました。まあ入手したら、サブチャンネルか何かで、飲んでみたいと思います。はい、そして、アードベックの新商品発売ということで、こちらなんとコミッティ限定の、アードベックです。今回はね購入できそうですね。今回のコンセプトはアイラ島に伝わる伝承ということで、アードベックアンソロジーシリーズという風な名前がついてます。アイラ島の原住にまつわる物語からインスピレーションを受けていると。シリーズの幕開けを飾る第1弾はアンソロジー13年ハーピーズテールということで、なんとね年数表記ついてます。しかも13年、これはね先着順だったらみんな殺到するんじゃないかなと若干思ってるんですけど、発売はね9月5日です、火曜日、正午よりコミッティストアで、先行発売が決定と。まあ一応ね先行発売なので、その後一般発売も
あるんだと思うんですが、確実なのはコミッティかなと思いますね。まあ、毎回30分ぐらいは、コミッティ限定のアードベックって売ってるので購入できたりするので、今回も大丈夫かなと思うんですが、出荷数の問題が結構でかいですよね。出荷数が少なかったらもっと早く売り切れると思いますし、ちょうどこの間8月29日に、アードベックのコミッティライブ、YouTube の生配信ですね、それで、こう味の紹介とかねしていたので、気になる方はねそちらをまず、アーカイブが残ってますので見ていただきたいんですけど、アイラ島に生息すると言われる幻の鳥獣ハーピーにインスパイアされたウイスキーということで、芳醇な甘みとスモーキーさが絶妙に絡み合う味わい、13年熟成の、なんとねソーテルヌワインダル原酒が使われていると、まあ、プラスアルファバーボンダル原酒も使われているということですね。衝撃的に新しい複雑なアロマが実現。アードベック蒸留所で働く傍ら鳥類の研究も行う作業員ダッカ、ある晩蒸留所に現れた怪しい人物を追いかけると羽を持った奇怪なハーピーに対面することにというね、迫り来る恐怖って書いてます。そういうストーリーが書かれてますね。地元住民は謎の失踪事件の知らせに緊張と不安を隠せずにいると。手に汗握る幻獣ハーピーをめぐる物語、アンソロジーシリーズ第1弾の幕開けです。なんかこう話が続いていくのかなっていう感じの、そういう物語になってますけど、これはねぜひとも欲しいですね。ほんとねコミッティ限定リリースが結構多いですよね。個人的にはめちゃくちゃありがたいんですが、今年も3回目じゃないですかね。ここにある、アードベックデーのヘビーベイパーと、あとはビザーベキューね、そして今回のハーピーズテール、うん、今年は8年出ないんでしょうかね。毎年出るのかななんて思ってたら、なんか発売する感じはなんかないような気もしますけど、しかもなんとねリーク情報で、アードベックの17年のラベルが、登録されたということで、もしかしたら17年も出るんじゃないかって、そういう噂がね今あります。アードベック17年って言ったら好きな方めちゃくちゃ多いですからね、それが復刻するんではないかと、ちょっと巷ではアードベックファンの中では噂されてますね。今回のハッピーズテールはですね、まずアードベックの、コミッティに会員登録してもらって、これ無料です。そして9月5日の正午に、正座して待ってると、パソコンの前でもスマホの前でもいいですね。そうすればもしかしたら買えるかもしれません。僕もねちゃんとアラームをかけてね待ちたいと思います。はい、今日はねマイクです。最近マイクのネタが結構多いかなとは思うんですけど、それぐらいね気になるマイクがいろいろあるんですね。今回はね待ちに待ったマイクということで、ピンマイクです。僕ね普段このタスカムのね DR10L っていうのを使ってます。まあピンマイクとこれ今つながってて、ちょっと録音しながら今撮影してるんですけど、これねこの中に記録されてます、まあ、SD カードを入れるところがあってね、これの後継機が出たということで、今回これはねやらないといけないということで、はい、こちらです。タスカムの DR10L Pro、 まさかのね後継機というかアップグレード版ですね、うん、まあ、プロって書いてあるからには、通常の DR10L も、まあ、発売するのかなと思うんですが、どうなんでしょうね。まあ、これねどれぐらい気に入ってるかというと、この DR10L ね、実はねもう1台故障しました、はい、これねいつぐらいだっけな、まあ、結構前に故障してもう1台買いました。そうするとね地味にマイナーアップデートしてて、例えばこのマイクのケーブル、前はねちょっとゴワゴワしてるタイプのケーブルだったんですけど、今ちょっと滑らかな感じになりましたね。あとね2個見比べても古い方がちょっとツヤがあるんですよね。こっちはねちょっとツヤなしになったような、まあ中身は変わってないと思うんですけどね。このねピンマイクが、まあ、ラベリアマイクですね専門的に言うと、これのケーブルがね柔らかくなったことがめちゃくちゃ嬉しかったです。地味にね、まあ故障しても別のメーカーじゃなくて同じものを買おうと思ったのはやっぱりこれがね、とても安定してていいからなんですよね。まあこれね故障したって言ってもねよく原因が分かんないというか、録音すると雑音だけになることがたまに出てきて、どれが原因かなと思って、このマイクなのかレコーダーの方なのかどっちかなと思ったら、こっちでした、はい、マイクはね未だに使えます。
古い方はこんな感じでちょっとゴワゴワしてるんですね。ツヤがあるタイプ、結構違います。これ分かるかな。あ、分かりますね。この下の方が古い方のケーブル、まあそんなことは置いといてですね、今回は新しいこのタスカムの DR10L、 何がねアップグレードしたかというと、なんとね32ビットフロート録音に対応しました。これ何かというと、今流行りのね、どんなに大声出しても割れないし、小さい声で喋った音声も持ち上げてもね綺麗に持ち上がると、もうそれだけです。もうね難しい話はちょっと置いといて、それがねめちゃくちゃ32ビットフロートの流行ってる理由ですね。まあ、各社がこぞってこの32ビットフロート機能をね、つけてる。まあ、発売したばかりなので、まあ、到着して間もないんですが、実はねもう1台あります。はい、これどういうことかというと、タスカムさんにねメールしたんですよね。ちょっと貸し出し機ないかなということで、貸し出してほしいということでメールしたら、発売日ぐらいにメールが来たんですね。はい、帰ってきました。僕はね発売日前に試せるんならちょっと試してみたいなと思ったんですが、自分が予約したものも届いたということで、はい、2台になりました。まあ、断ればよかったんですが、実はねこの2台であることにもちょっと意味があって、2台同時にちょっと制御するみたいなね、そういうこともできますので、それをね後半の方にちょっとやってみたいなと思います。それをちょっとやりたかったからこのまま借りました。はい、こっちはもう自分で買いました。まあ、これ貸し出し機なんでね返さないといけないんですが、早速中身を見ていきましょう。まず説明書ですね。まあ、説明書はよいしょ、そんなに大層なこと書いてないと思うんですが、意外とねこういう、まあ、液晶が小さいんですよ。なので説明書を読んでみるといろんな気づきがあったりしますね。まあ、いろんな言語の説明書が入ってます。あとは Welcome to Tascam ID っていうのが入ってます。あとは説明書、説明書は日本語版は、おー、なかなかこれ全部英語ですね。まあ、とりあえずちょっと置いておきましょう。そしてまあこれはねタスカムの 10L と大した変わらないですね。まず本体出してみましょう。本体じゃん、おー、ちっちゃ、コンパクト、なんか凹凸があんまりなくなったかな。結構小さいです、こうやって見るとね。まあ、古い方ちょっと見てみよう。こうやって、はい、この故障中のやつと比べてみます。かなりコンパクトになった。そしてちょっと艶消しなので指紋が目立たない、これは嬉しいですね。横はね、あ、ちょっと太い感じがするな。いやでも変わんないか、全然変わんない。基本的には同じですね。電源のこのスライド、こっちにスライド、上にスライドすると録音で、下は電源を入れるだけ。まあ、いきなり録音から始められるっていうね、これ利点があります。そしてこれはねヘッドホンに出力する端子ですね。ここの穴はね、このベルトにつける金具をつけるところです。これで音量のあれがないかな。あ、下についてるのか。これ下についてますね全部。うん、これは使いやすいのか使いにくいのかちょっと謎です。どうでしょう、これは使ってみないと分かんないですね。押し間違いがありそうですが、勝手に押しちゃったりとかしないかな。まあ、結構硬いんで大丈夫っぽいですけど。でこれ、ここがね今回のポイントの一つです。この DR10L はですねミニ USB なんですね。だけど新しいこの 10L Pro はですねなんと USB Type-C です。これがねめちゃくちゃ嬉しい。もうねデスクの前のミニ USB、これがいつでもつなげられるようにね伸ばしてあったんですけど、それをもう撤去して、Type-C にできるっていう、これすごい嬉しいです。そしてここにマイクロ SD カードが入ります。なんとですねマイクロ SDXC カードまでいけるということで、最大ね 512GB まで、まあ使わないかな。はい、やっぱりね中にずっと入れとかないで、ちょいちょいパソコンに取り出してねちゃんと名前をつけて管理した方がいいということで、小さい SD カードでいいと思います。こういうのはまあもう旅とかに持ってってね、パソコンも持っていけない環境でもう録音しまくるとか回しっぱなしにしまくるとか、そういう人がやっぱり大容量の、ね、SD カードを使うのかなと思いますけど、普通の人はね、そういう使い方はなかなかしないかなと思います。まあ用途に応じてって感じですね。はい、で上ここにマイク挿します。このね
ちょっとネジがついてるんですけど、ちゃんとねネジをこう回せるようになってて抜けないようになってます。これ地味にめちゃくちゃありがたいです。そしてここにねちょっとしたものを増設する、コネクターがあるんですが、これはちょっと後でやります。はい、そして他のグッズは何でしょう。これラベリアマイクかな。あ、ラベリアマイクです。はい、お、ラベリアマイクは、柔らかいタイプですね。同じものかな、多分同じものだと思うんですよね。TM の 10LB ってやつです。タスカムはねそれが、ラベリアマイクこうスタンダードなものなんですけど、それしか多分出てないんじゃないかな。どうかな。このねラベリアマイク実は結構他社のねレコーダーとかワイヤレスマイクにつけて使ったりもします。すごい使いやすいんですよね。これ一応つけとこう。だから僕はねこれもう2個持ってるんで、まあこんなに、スタンバイしとく必要はないんですが、一応使ってみよう。これだけでね買うと8000円ぐらいするはずなんですよね。だから実際この DR10L Pro は2万円ぐらいの価格なのかなっていう感じ。僕は2万6000円ぐらいで買ってね、なんと Amazon で今2万4000円で売ってるっていう悲しいね、ことなんですけど、僕一回キャンセルしてその2万4000円買おうかと思ったら、なんともう発送したんでキャンセルできませんということでね、2万6500円で買いました。まあいいやと思ってね買いましたね。池部楽器さんで、今回ちょっとあっと思ったのは、まあ、電池が、入る本数が違うんですね。単4電池1本だったのが、単4電池2本に変わりました。まあ、その分ね録音できる時間が長くなりました。まあ、ちょっとした重くなるようなね、機能がオフの状態で、例えばアルカリ乾電池、エボルタ使用時では、16.5時間、そしてニッケル水素電池では、11.5時間、まあ、エネループとかですね、そしてリチウム乾電池だとなんと 24.5 時間というか丸1日回しっぱなしにできるということなんですね。まあ、これも僕はね、いつもねエネループ使ってるんで、まあ、11時間も回せれば十分ということで、まあ、すぐ充電しちゃうんでね、充電池使った方が圧倒的にいいです。まあ、リチウム乾電池の単4でね充電池もあるので、長く取りたい方はそちらを使った方がいいですね。はい、早速ちょっと電池を入れてみましょう。まあ、2本入るからちょっとその分重くなるのかなとは思います。ちょっと重い。あ、そうですね、ちょっとずしっときます。ちょっと重いかもしれない。まあここの重さって大したどうでもいいんですが、ポケットとかにつけちゃうんでね、持つわけでもないですし。そして、これベルトにつけるアタッチメント、これはね僕の場合はもうポケットとかに挟めます。いつも下手したらもうポケットの中に入れちゃったりしますね。はい、つけやすい。お、今回は結構ここがね緩い。こっちねめっちゃくちゃきついんですよ。もう全然上がらない。こっちはかなり改良されてますね。ちょっと緩い、だから僕の場合ね普段はねちょっと付け方を変えてここ斜めにしてね、もう隙間を結構開けるようにしてやってました。普通の付け方するとねここ全然付けれないんですよ。逆にちょっと、ポケットとか端っこの方がね毎回付け外してると傷んでくるような、それぐらいきついんですよ。今回のは大丈夫そうです。でちょっとマイクをつけてみるんですが、まあ、ザクッとつけてここくる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 回せば抜けないと。はい、グッと抜けないですね。で電源オンにしてみます。はい、ついた。これがね僕はちょっと使いづらいなといつも思ってるんですよね。まあ、これはね押しちゃわないようになってるんですけど、まあ、ちょっとこう爪で引っ掛けてクッと下に下ろしたり上に上げるタイプなんで、これがね個人的にはちょっと使いづらい。もうちょっと何か、余地があったんじゃないかなと思うんですが、はい、はい、日付の設定が終わりました。次はねちょっとメニュー見ていきます。まあ、メニューがねなんかさっきちょっと見たらね多いんですね。まあ、レックレベルはちょっと置いといて、ローカット、人の声だとローカットしちゃってもいいと思います。そして次リミッター、リミッターはねオンにしておいた方がいいですね。割れないようにする機能です。でもね32ビットフロート録音にすればこれ必要ないのかなと思うんですが、まあ、ちょっとこれオフにしておきましょう。32ビットフロートをちょっと使ってみたいので、
でオートレベルっていうのは勝手にレベルを調整してくれるのかな、うん、まあ、これもちょっとオフにしとこう。ビットデプス、ここですね、32ビットフロートって今書いてます。このままでいいはずです。はい、パワーセーブ、これは勝手にね、パワーをオフにしてくれるっていう機能だと思うんですが、これはまあとりあえずオフにしておきましょう。バックライトはこれあった方がいいですね、見やすい。次はね、バッテリーの種類を選べるんですね。まあ、今ねエネループ使ってるんで、これは最初のはアルカリです。次は、これはニッケル、そして最後にリチウムって書いてますけど、今使ってるのはエネループなのでニッケルですね。これで設定しておきます。バージョンは定期的にね確認してアップデートした方がいいです。はい、バグが直ったりします。で今のうちにちょっとやっておきたいことはですね、ここの上、これをちょっと取り外して、これですね、これを抜くんですよ。はい、抜けました。そしてここにこの別売りのタスカム AKBT1 っていうのをつけます。これ別売りなので、買わないといけないんですが、よいしょ、これも買いました。これなんとね、これで Bluetooth が使えるようになるんですよ。すごいですよね。おっ、よっ、入った。そしてこれをつけてあげると、はい、これでもう Bluetooth が使えるようになるんですって。すごいですよね。まあ最初からちょっと内蔵しておいてほしかったなっていうのは個人的にはあるんですが、まあありがたい機能です。まあ使わない人もいますからね、 Bluetooth はね。そしてメニューの25番、 Bluetooth の機能があるんで、これをオンにします。そしたらここにね、電池の横に R が点滅してますね。これリモートできますよっていうことだと思います。はい、そしたらね、今度はタスカム DR10L Pro コネクトかなっていうアプリを入れてみました。これはね iOS 版もあるし Android 版もありました。サーチデバイスしてみよう。はい、出てきました、 10L Pro 2351287ってやつですね。はい、そしたらね、今度は借りた方、はい、これをやってみるともう一つ出てきました、2台目。はい、これでね2台同時に制御できるって感じなんでしょうか。コネクト、あ、できてる、すごいですね、バッチリです。でもなんかぐるぐる回ってますねこれはなんでなのかちょっと分かんないんですが、これ一番上の方がこっちですね、そして下の方が、この借りてるやつ。あ、なるほど、今メニューになってたからぐるぐるしてるんですね。だからメニューを戻せば、はい、ぐるぐるがなくなりました。なるほど。で個別に録音はどうやるかというと、あ、ちゃんとローカットになってるよっていうのがここのマークで分かります。で電池残量も分かると、あー、なるほど、すごい、ちゃんとね波形が出ます。これは嬉しいですね。結構ね録音のし忘れってあるんですよ。映像撮ってたけど録音をオンにしてなかったなんてことあるので、これをねモニターをオンにしとけばそういうことがなくなります。ちょっと録音してみよう。あ、録音開始されました。そして戻って、今上が録音開始されてて下も録音開始。あ、ノーカード、カードなかった。いや、すごいですね、完璧です。あ、だから原因調整とかもここでできるってわけですね。あ、今マイクにね直接喋りかけてます。で、まあここでねフラッグ立てれたりとか、まあ、重要なところでこう旗を立てておくと後でね目印になると、こうマークのナンバー今3、ナンバー4とかね、ここでね設定が一発で分かるのがいいですね。48kHz で32ビットフロート録音がオンになっていると。でモノラル、そして先ほどのねこのローカットもここで簡単に設定を変えれます。オフにしたり 120Hz 以下をカットしたりとかですね、あとリミッターのオフもここで簡単に変えれます。すごい楽、これは Bluetooth あった方が絶対にいいですね。まあなくてもいいかな、今まで使ってなかったしってちょっと思ってたんですけど、これはね必須かもしれないですね。で結構ちゃんとね
メニューの内容がここで全部設定できるんですね。しかもカテゴリー別に分かれてるし、めちゃくちゃ便利で、下にはプリセットの保存とロードがあります。これなんだろう。あー、なるほど。撮ったファイルをここで確認できると。もしかして聞ける？さすがに聞けはしないのかな。これスマホで音鳴ったらすごいなと思ったんですけど、それはないのかな。今こっちでは再生されてるんですよ。今再生マークが出てタイムも進んでってるんですね。今完全に一緒です。だからここにヘッドホンとかつないでおけば聞けるんでしょうね。スマホで操作できると。これスマホから音流れたらさすがにちょっとびっくりしたんですが、それはないみたいですね。ただこっちから再生できるのはめちゃくちゃすごいです。びっくりしました。でヘッドホンのボリュームもここで調整できます。でちょっといろいろね試したいことあったんですが、これねバスパワーに対応って書いてあるんですよね。だからもしかしたら、まあそんなこともないんですけど、使うこともないんですけど、モバイルバッテリーとかで動くのかなと思ってちょっとやってみたいと思います。電池をまず抜きますね。はい、そしてこうモバイルバッテリーをつなぎます。あ、入った。すごっ、全然入っちゃいましたね。ちゃんとねモバイルバッテリーでバスパワーで動いてますっていうマークが出てます。 USB のねバスパワーで動いてますってマークですね。これはまあ嬉しいというかすごいですね。うん、多分使わないと思いますけど、まあいざという時、電池がない時とか、まあそういう時いいかもしれません。はい、はい、ここからはね、DR10L Pro でね録音しています。これで、ちょっと音の違いをね感じていただければと思うんですけど、まずね仕様をちょっと言っていこうと思います。だいたいさっき説明したのが、ほとんどなんですが、微妙に細かいところ、例えば、ワイヤレスタイムコード同期に対応しています。外部の TC レシーバーを使って Bluetooth で、タイムコード同期ができます。まあ、カメラとかはねなかなか対応しているものがほとんどないのでなかなか難しいんですが、直接つなぐタイプのね、TC レシーバーと一緒に使えば、全ての機器が、タイムコードで合うようになります。これはね声とね映像を同期するのにも役に立つんですが、まあ僕みたくねそんなにファイル数が多くない場合はいいんですけど、もうめちゃくちゃ細かく、取り分けて最後に同期させるってめちゃくちゃ大変なんですね。ファイルの管理も大変ですしね。だからタイムコードに合わせると一気に全部ずらっとね合うという、めちゃくちゃ楽なんですよ。だからまあ細かくいろんなところで撮って音声もバラバラに撮って最後合わせるっていうんだったら、このタイムコード同期は使った方がいいと思います。あとね USB Type-C に対応してるんですけど、これはね USB 2.0 ハイスピードマスストレージクラスって書いてあるので、転送速度は USB 2.0 なのかな、多分そういうことだと思うんですよね。あとあんまりねそういう使い方する方も少ないと思うんですが、一応ね MP3 でも撮れます。その分ね容量たくさん、撮ることができますね。あとオートファイルセーブ機能があります。20秒ごとに録音データを自動で保存してくれる機能なので、まあ、録音ボタン押し忘れそういうことがあっても、オートセーブされるので問題ないと。だから人にねちょっと渡したりする場合にすごい役に立つかもしれません。自分で管理する分にはいいんですけどね。あとはまあ、こうやってスマホでねモニタリングできてるんなら、録音ボタン押し忘れってことはないかなとは思います。まあ、Bluetooth 使わない方ですね特に。あとスマートフォンでは最大5台同時にリモートコントロールが可能です。先ほどもいろいろやりましたが、トランスポート操作、録音設定、各個体を分かりやすく管理するための、名称設定、そして波形のリアルタイムモニタリング、録音停止も可能と。あとはプリセットを保存することもできるし、スマートフォンとかタブレットの時刻情報を、本体時計に自動同期してくれるということ、これはめちゃくちゃ楽ですね。あとは電池が切れる前に収録中のデータ消失を回避する自動ファイルクローズ処理という、電池が切れる前にちゃんとファイル化してくれるってことでしょうね。課題入力を自動的に調整するリミッター機能と。あと言ってなかったのはこれぐらいかなって感じですね。で、感じのねちょっと音が割れるぐらいの音量で喋ってみたいと思います。
どうもクロスロードラボです。どうもクロスロードラボです。はい、このね最初のドのところがすごい割れてると思うんですけど、それを直すとこんな感じになります。どうもクロスロードラボです。どうもクロスロードラボです。はい、全然割れてないですよね。まあこんな感じで割れた音声も直せると、で小さい音声も音量を上げても解像度が高いままっていうのが、32ビットフロートの特徴です。はい、で最後はねちょっとイマイチな部分というか、ここどうなのかなっていう部分を紹介します。はい、まずね、パソコンにつないだ時、まあパソコンにつないで、音声データ取り出すんですけど、まあもちろん SD カードをね抜いてカードリーダーに入れてもいいんですけど、それはちょっとさすがにめんどくさいので、まあ、1日何回も、つけてね外してとか何回もやるんですよ僕。あ、ちょっとそこ音声取り忘れたって時はね、取ってちょっとつないでまた取ってみたいなこともやるので、やっぱりいちいち、ね、抜いてられないんですよね。なので USB につなげるんですが、もともとこの、DR10L はこうパソコンにねちょっとつないでみます。はい、パソコンにつないだ瞬間、パワーなのかストレージなのかっていう選択画面が出てくるんですよ。それで、ストレージっていうところを押してあげるとパソコン上ですぐにフォルダーが開きます。こんな感じでね、今ちょうど SD カードが GoPro の SD カードだったので中のファイルはちょっと違うんですけど、ストレージを押すだけでこのフォルダーが開くんですよ。でこの DR10L Pro はどうかというと、 USB ちょっとつないでみます。はい、なんとね何もなんないんですよ。いやこれはね、どうしたもんかって感じなんですけど、まずねメニューを押して左にね 1,2,3,4,5 回押してこのカードリーダーを出してエンターを押します。そして初めてパソコン上にフォルダーが開くということで、これすごい手間ですね。一発で出てくる方法ないのかな、もしかしたら設定があるのかもしれないですが、ちょっと探した感じ見当たらなかったです。そして次に薄い文字で、プッシュメニュー to exit って書いてあるんですよ。まあ、exit するには、メニューを押してくださいってことなんですが、これを押すと解除されるんですね。で今なんないんですけど、さっきまでねこの解除を押すとなぜか録音勝手にされるっていうね、そういうねバグなのか仕様なのか分かんないんですが、そんな感じになってました。今はねなんないですね、普通に、停止ボタンが押ささったままなんですが、なぜかパソコンとの接続を解除したら勝手に録音モードになると。それね何回やってもさっきはなってたんですが、今はなんないですね。今撮影のためにねノートパソコンにつなげてるからなのか OS が違うんでね、それが原因なのかちょっと分かりませんが、そういうことがありました。そして次はちょっとね Bluetooth のつながりが悪い時がありますね。今はね割と安定してつながってるんですが、こうチェックがついたらつながったってことですね。なんかこう一回ねつながりが悪くなるとしばらく、つながらなくなります。アプリを終了したりとか、あとはこっちの電源を落としてみたりとかいろいろやるんですけど、なんかつながらないなって時がありました。これはちょっとストレスでしたね。これは今ね電源オフになってるのでつながってません。まあ、これでね今はつながってるんですけど、ちょっとつながりが悪い時があるのが気になりましたね。あとねこのロックがねさっき使えないなと思ったんですけど、どうやらね長押しらしいです。長押しすると録音中に何をしても聞かないみたいな、これはめちゃくちゃいいですね。はい、そんな感じでね待望の、DR10L Pro しばらくねちょっと使ってみて、まあ、自分がちょっと悪かったっていう部分もあるかもしれませんので、使い方とかね、設定が他にもあってそれを設定するとうまくいったりするかもしれませんので、いろいろ使って、設定を煮詰めていきたいと思います。これはねもう今日からねメインチャンネルの動画も全部この DR10L Pro を使ってね音声は取りたいと思いますので、嫌でも使い込むことになると思います。
もっと詳細見たい方はこの動画の概要欄にね、マニュアル PDF ですね、貼っておきますから、そちらから見てみてください。かなりね詳しく載っています。そんな感じで終わりたいと思います。それではまた。